南口南口駅前公園東唐津駅は佐賀県唐津市松南町にある九州旅客鉄道築肥線の駅である。駅番号は JK18。現在の東唐津駅は2台目で、初代の駅は現在地より 1km ほど、北西の松浦川上岸川口付近の唐津市東、唐津に位置していた。築飛線の開業当初は、 松浦川の広い川口への佳橋が技術的に不可能だったため、築飛線は当駅でスイッチバックを行い、松浦川の右岸を遡って川を渡り、山本駅で唐津線と接続する線形をとっていた。当時、唐津市の代表駅である唐津駅は唐津線の中間駅に過ぎず、博多駅方面から市の中心部に行く場合は当駅からバスやタクシーを利用するのが、 一般的だったため、当駅は、唐津市の事実上の中心駅として賑わっていたが、1983年に、畜線が一部電化及びルート変更した際に、当駅を含む虹の松原駅、山本駅間の旧ルートが廃止され、虹の松原駅唐津駅間の新ルート上に新たに開業したのが、現在の当駅である。旧東唐津駅跡には現在、ホテル リゾーツ佐賀唐津が建っている。島式ホーム一面二線を有する高架駅。改札口からホームまでは階段とエレベーターが設置されている。高架下が駅舎、コンコースとなっている。売店は2010年秋頃に閉鎖され、跡地に自動販売機が移設された。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅である。また、マルスがある。 守護課対応簡易改札機などの設備を持つ。初代の当駅は、東端式ホーム一面二線を有する、スイッチバック構造の地上駅で、駅弁も売られていたほか、緑の窓口、観光案内所、荷物取扱窓口があり、駅構内には、貨物ホームや貨物ヤード、東唐津機動車区、唐津保線区、博多車掌区東唐津市区などが存在していた。 2020年度の1日平均乗車人員は628人である。旧東唐津駅跡地に立つホテルリゾーツ佐賀唐津松浦川の右岸近くに位置しており、対岸は唐津市街地である。駅周辺にはアパートマンションが多く建てられている。ありがとうございます。